さて、寄居町で今日から毎年恒例のみかん狩りが始まりました。では今、もぎたてのみかんいただきたいと思います。はんうん、甘さと酸っぱさが本当に程よいですね。うん、みかんの果汁が口の中に溢れます。寄居町のみかんはおよそ四百五十年前、 戦国武将の北条氏国が今の神奈川県小田原から麹みかんを移植したことが始まりと言われています町のフープ地区と小林地区では四方が山に囲まれた盆地特有の気温の高さを生かして栽培していて現在は合わせて20のみかん農園がみかん狩りや出荷を行っていますフープ地区の立花園では およそ2500平方メートルの敷地に、温州みかんと麹みかんの木が500本ほど植えられていて、みかん園の園主によりますと、夏の猛暑と小雨の影響で、葉の一部が枯れてしまうなど、栽培に苦労したとということですこの水がなかった分、えー、水分のストレスがあると、甘くなるって言うんですね、そういうことであの、の今年は非常に甘いみかんができたんかなと思ってます。 甘酸っぱい美味しいみかん皆さん作ってますので、えー、ぜひ食べに来ていただきたいと思いますよりい町のみかん狩りは12月中旬まで楽しめるということです